牛乳を作るこの牛ですよね。牛に何を食べさせているかっていうのが重要になってくるんです。でこんにちは。自然腸クラブの小崎です。今回は牛乳は不健康牛乳の正しい選び方についてお伝えします。で もうね私たち小学校の頃から毎日慣れ親し,しんでいるですね牛乳ねもう毎日のようにね学校給食で飲んだ経験はあると思いますけどもじゃあ果たしてですねこの最近この牛乳っていうのが本当にいいのかどうかっていうね、えー、話が、まあ、これ健康番組とかでも出ていますしあとは健康情報でインターネット上でもね数多く見られると思いますでじゃあね牛乳本当にいいのか悪いのか、えー、それをね質問いただきました マリーさんんからなんですけれども牛乳ですね乳製品の害薬は実際のところあるのでしょうか抗生剤やホルモンとかね混入の危険性であったり牛乳のミルクを一種の人間が飲むのはおかしい等のねいろいろな意見もありますが正しいところはどうでしょうかっていうところなんですけれどもまあ実際あのじゃあ牛乳に対してその私たちが本当にね 飲んではいいのかどうかっていうところとあとはその牛乳ですね牛乳でも非常にいい牛乳と悪い牛乳っていうのはあるのでこちらはねぜひ今回の動画でねシェアさせていただきたいというふうに思いますはいでまずですねその牛乳に関してちょっと言っておかなきゃいけないのはえ絶対に飲んではいけない人と牛乳を飲んでいい人のこのふ二種類あるわけなんですねまず絶対に飲んではいけない人っていうのは その牛乳に対してですね、まあ、抗体ですね免疫の抗体を持っていて飲むと体調が悪くなる方は絶対に飲んではいけません。 で、牛乳の中にはカゼインっていうタンパク質とであとは乳糖っていう、ね、ものが入っているわけなんですけどこれに対してですねその下痢とか体の不調であったりとかであとは炎症体質になったりとか皮膚炎になってしまったりあとは、ね、神経痛が起きてしまったりとかさまざ、あ、まなその食品アレルギーっていう形で持ちやすいタンパク質があるわけなんですね。それがカゼインであったりとか乳糖に対して、 乳糖を分解できずに、その不調を起こしてしまうということが起きます。まあ、ですのでもしね。その牛乳を飲んで体調が悪くなる方は絶対に飲まないでほしいものですね。まあ、まず、これが大前提として今回の話を聞いてください。で、2つ目はその飲んでいいっていう方なんですけども。じゃあ飲んでいいっていうになった時に健康のために牛乳を飲むっていうのと、もし健康でないなら。 あの飲まなくてもいいやっていうね、えー、ふうに考えられる方がいらっしゃると思うんですね。で、今の現時点で日本の、えー、市場に出ている牛乳っていうのは、健康のために飲む牛乳ではない。つまり、えー、飲まなくていいっていうのが、えー、私の見解なんですねで。それをね、どうしてかっていうことをちょっとお伝えさせていただきたいと思います。で、まあ、も,もちろんねマリーさんがおっしゃっている通り、そのまあ 牛にはですね、抗生物質とか、まあ、ホルモン剤アメリカだとバンバン打たれてもう牛乳がいっぱい出るような形でね、えー、やっているわけなんですけどもそういうものはもう論外だったとしてですねじゃあ非常にそ,のそこまでやっていない牛乳だったとしてもじゃあどうなのかっていうところなんですけど一番考えなきゃいけないっていうところはその牛乳、まあ、牛乳を作るこの牛ですよね牛に何を食べさせているかっていうのが重要になってくるんです。で、 もしその牛にですね、えー、まあ本当は牛っていうのは草食動物なので草を食べなきゃいけないんですね。でところが要するにその草っていうのはコストが高いわけなので,でコストを低い例えば大豆とかコーンとかそういうですね穀物を食べさせてしまっているわけなんですね。でさらにその穀物アメリカからね入ってくる飼料っていうね もう大豆、コーンっていったら90%はですね遺伝子組み換え作物でできているのでそういう遺伝子組み換え作物のコーンとか大豆を食べさせているっていうのがあるんですねでまずそこらへんがその牛の健康を悪くしているっていうのがあるわけなんですでここの牧草で食べさせた牛と穀物を食べさせた牛では全く違う牛乳が出来上がるわけなんですでそれは何かっ,て言ったらですね、その オメガ3脂肪酸というものだとオメガ6脂肪酸ですねこれが全く違うものが出来上がってしまうわけなんですねで私たちっていうのはそのオメガ3脂肪酸とオメガ6ってこれ人間で必要なんですけれどもそのオメガ6を過剰に摂取しているとですね体が炎症体質になってしまうわけなんですねで 今のこのライフスタイルで、まあポ、ポテトチップに使ってる油ね、植物油とか、あとはもう、えー、ファーストフードで使ってる油ですね、まあ、キャノラとかそういうものを含めて、大豆油に含めてもそうなんですけども、オメガ6過剰なんですね。で、本来はオメガ3、1に対してですね、オメガ6っていうのは、1から2ぐらいの割合で摂取していると、私たちは、 炎症が抑えられて非常に健康状態になっているわけなんですけど今のこの現代社会でいうとオメガ3・1に対してですねオメガ6が、まあ、もちろん食事にもだって違うわけなんですけどもうあの10から20っていうもう非常に高い割合でオメガ6を過剰に摂取しちゃってるっていうことなんですねでそうすると体が炎症体質になってしまってそれが最終的にその病気になってつながってしまうということになるんですじゃあ 穀物を食べさせた牛と牧草で食べさせた牛これは全く違うものが出来上がるわけなんですねで興味深いデータがあってですねもしその牧草で食べさせた、ね、牛からできた牛乳ですね牧草牛の牛乳ですでそこでできた、えー、牛っていうものはなんとですねオメガ6、ね、穀物を食べさせてできた牛の,この牛乳 そこを比較したときにオメガ6はなんと25%少なかったということなんですね。でさらにその牧草の牛乳は62%オメガ3が、えー、より多く含まれていたっていうことが出ています。つまりその牧草で食べさせた牛の方がオメガ3が非常に豊富に含まれているわけなんですね。なので。 通常の穀物を食べさせた牛のからできた牛乳っていうものはオメガ6過剰になってしまっているっていうところなんですね。で、さらにその牧草で育てられた牛乳にはですね、あの、まあ草により多くのオメガ3脂肪酸が含まれていて健康体になるわけなんですけども、それと同時に CLA っていうですね、あの非常に 代謝をよくくさせててれれるる脂質が含まれているわけなんですね CLA というものでこれがまた穀物で育てると CLA がもう500分の1しかないっていうところになってしまうわけなのでそのじゃあ今日本で手に入れられる牛乳って言ったらほとんどが穀物で育てられた牛になってしまうわけなんですね。ですのでその牧草で育てられた牧草牛。 の牛乳を探すのは非常に難しいっていうところからですねまあやっぱりその、まあ、牛乳は飲めたとしてもじゃあそれをじゃあ健康のために飲むかって言ったらですねオメガ6過剰になっている牛乳は、えー、飲まなくてもいいっていうことになります、まあ、だから牛乳を飲まなくても他のね食品から全然代用できますので、まあ、健康のために飲むっていうことはやらなくてもいい健康のためには飲まなくていいかなっていう感じですねはい それではですね、今回は牛乳は不健康。正しい牛乳の選び方なんですけれども、まあね、できれば牧草で育てられた牛乳、それを探して飲んでいただければっていうふうに思います。でもしね、今回の動画良かったって思われたら、ぜひね、高評価ボタン、グッドボタンをカチッとクリックしていただくのと、まあね、この情報をぜひね、友達にもシェアしていただいたり、であと YouTube チャンネルね、登録していただければっていうふうに思います。ご視聴 ありがとうございました。